ということで、改めまして、よさこい祭りお集まりの皆さん、こんにちは。静か。静か、ありがとう。茨城県古河市出身、境町在住の、生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、風見静香と申します。今日はですね、午前中は古河市の方でですね、枕田の里古河でね、道の駅マルシェがありまして、それで歌ってきてからありがとうございます。今日ここまでまたやってまいりました。畜生ただいまって感じです。今日も最後まで盛り上げてくれてありがとうございます。よろしくお願いします。ねえねえ準備はいいかいと聞きますので予感べーと言ってもらっていいですか OK ねえねえ準備はいいかい予感べーすいません今日は来てくれてありがとうねえねえ聞いてくれかい予感べー裸足の思いのこもった歌をそこらずぐんで聞いてくろ茨城出てそこら辺に座って聞いてくろそんな音歌をお届けします今日は茨城記念日の日でございますので皆さん盛り上げていきましょうよろしくお願いします今日はよさこい祭りに来てくれて本当にありがとうあたしとても嬉しいよが吹きてたらあたから、yeah、私精一杯歌うよ。いきますよ。ねえねえ準備はいいかい？今日は来てくれてありがとう。ねえねえ聞いてくれかい？ありがとう。私の思いのこもった歌をそこらずぐって。そこらずぐんで生きてくろう風見静香ですよろしくお願いします、こうしてねよさこい祭りも本当に毎回毎回出させていただきました本当にありがとうございます今日本当はですね私の前は藤亮太さんというシンガーソングライター、常陸太田のね出身の方が出てくれる予定だったんですけども残念ながら藤さんはちょっと流行りのやつに乗っかっちゃったみたいでですね、今日は残念ながら出演できなかったんですけれども、藤さんの分まで、歌って届けたいなと思っておりますのでどうぞ短い時間ではございますが最後までよろしくお願いいたしますつらいけど生きてやる系シンガーソングライターそんな肩書きで活動しております、生きづらい世の中で私は音楽があったからなんとかこうして生きれた自分がいます今度は自分がその存在になれたらいいなそんな思いで活動しております、ずっとずっと大事に歌い続けている曲を次お届けします、歌詞を大事にしておりますのでよかったら歌詞に注目して聴いてください一人で構わないから
目の前のこと必死にできる人でいたい。バカにされたって構わないから、どんな時もらしさ忘れぬ人でいたい。傷がついたって構わないから、人を憎むより許し耐える人でいたい。失敗ばっかうまくいかなくても諦めない気持ちは忘れぬ人でいたい。怖くて足が震えてもいいから、勇気を持って前に進める人でいたい。面倒くさくて構わないから、熱い思いしっかり持っている人でいたい。強い心持ってなくてもいいから、人のために涙を流せる人でいたい。深い深い悲しみわかる人でいたい。淡い淡い優しさわかる人でいたい。下で一回手紙でした。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか見事に降ってきましたね。普段ね、シーちゃんって呼ばれててですね、静かって呼んでくれるのは本当に身内でもいなくてですね、ちょっとドキッとしちゃいますね。ありがとうございます。恥ずかしい。実はね、よさこいですね、私大学生の頃、私もよさこいちょっとだけやっておりまして、本場のね、高知でも踊らせていただいた機会がございまして、こうして茨城でもね、よさこいが楽しめるって本当に素敵なイベントだなって毎回毎回思わせていただいております。このなんかね、ステージの後ろにちょうど筑波山が見えたりとかね、今日は茨城県民でね、の日でございますんでね、茨城県民の日はまだあれですかね、ディズニーランドとか安くなるとか、なんか昔ありましたよね、そういうのね。ちょっと今年残念ながら日曜日だったんですけどね、こいつってね、こうして、茨城県民の日にね、古賀そして畜生で歌わせていただける機会を持たせていただきまして本当に嬉しく思います。昨日はですね、下妻のサルバでですね、パークランというイベントがやっておりました。そこでゲストランナーとしてですね、私も歌ってそして走ってきたんですが、全国じゃなくて世界中で毎週土曜日の8時からと9時から、のどっちかからですね、歩く5キロ歩くというそんなイベントがやっておりまして、ただね、本当に走って終わりじゃなくてですね、終わった後ね、街の人たちと一緒にお茶をして終わりにするというそんな素敵なイベントなんですけどね、やっぱなんかこんな世の中だからこそ本当に本当に人とのつながりが何よりも大事だよなって誰もがね、知ってると思います。せっかくなのでね、今日は下妻中学校のみんなと一緒に作った曲をお届けしたいなと思います。一人でいるとどん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 不安になってきちゃうけど、今日みたいに雨が降ってきたけど、皆さんが残ってくださって一緒に歌を聴いてくださって音楽に乗ってくださって、そんな皆さんがいるから私も大丈夫だ、そう思って次の曲お届けしたいと思います。風見しつかで大丈夫。ワン、ツー、スリー、フォー。私一人ぼっちなんでね、よかったら皆さんぜひご協力お願いします。ありがとう、ありがとう。
大きな勇気が湧いて、あなたの小さな一言で、あの子もこの子も笑顔になったよ。大丈夫、みんなで笑えば大丈夫、心配ないよ。大丈夫、一人じゃないよ、みんなで君を守るから。大丈夫、ありのままの大丈夫、君でいいんだよ。大丈夫、信じていいよ、その一言が未来を変える。みんなのために、みんなは一人のために。 yeah. Yeah. 大丈夫、みんなで笑えば大丈夫、心配ないよ。大丈夫、一人じゃないよ、みんなで君を守るから。大丈夫、ありのままの大丈夫、君でいいんだよ。大丈夫、信じていいよ、その一言。よかったら一緒にこの魔法の安心しちゃうことは大丈夫、一緒に歌いましょう。ワン、アトゥー、アワン、トゥー、スリー、フォー。大丈夫、大丈夫、大丈夫、一人じゃないよ、せーの。もともとね、私は、本当に人前に立つのが超絶苦手でですね、人前に立つと本当に震えが止まらない、そんなやつでした。ましてや、人前で自分の歌を歌うことがね、評価をもらうのが怖くて、歌えなかったのが私でした。それでも、何回も何回も爆発踏んで、こうして歌えるようになった自分がいます。高校生の頃はね、相方さんがいまして、二人組でやっててですね、今日ね、本当何年ぶりかに相方さんがね、ここに来てくれたんですよ。びっくり。子供二人生まれてました。ああ。でもってね、今日はなんかコガの方でですね、もう一人シンガーソングライターの方ともね、ご一緒させていただきまして、すんごいたくさんの人をね、集めておりまして、もう私も頑張らなきゃって、本当にすごく心に思わされました。でもね、今日も、私の CD をですね、泣きながら買ってくださる方もいらっしゃいました。私にしかできないことがあるんだなと。そう、心に誓って、これからも自分にできること、私もちょっとずつ頑張っていきたいなと思います。今日も本当に寒いのに雨降ってた中、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。それでは最後の曲、雨の中マキロモカという曲をお届けして終わりにしたいと思います。本当に皆様、今日もありがとうございました。それでは聴いてください。風間静香でマキロモカ。ありがとうございます。どんなに辛いことがあっても、苦しいことがあっても、みんなで笑っちまえば何とかなるさ。そんな思いで書いた曲を大変なことで一緒に演じます。また今日もよく声呼んでくださってありがとうございました。3、2、1、2、4
やってきた。こちら綺麗なショップの日、すごいすごいのだ。嬉しい日々をこの日のために駆け寄っていた。私うまくできるか震えるほど期待も不安も強い気持ちに変えてみるけど、せーの負けるもんかって声も大事で、そう自分はできると信じてた。これと何も何も今日も私は立つと決めたんだ。できるやめる負けろなんかするなよ、笑って生きて楽しんでこ、せーので、よっしゃ行くぜ。ありがとうございます。なんて素晴らしいお父さんもありがとうございます。後ろの方の皆さんもありがとうございます。すごい。駅だけ駅らしめて涙が夜に浮かぶ。すごい上手いあの子が羨ましい日もあった。何ができるかわからないまま、それでも浮かぶ君、誰より頑張った自分を信じてやりたい。どうぞ負けるもんだって声を出してそう、歓喜の涙が出すんだから、これと何もなんだ状況を私は立つと決めたんだ。できるやめる大丈夫一人じゃない、笑って誓って涙なんでもずっと耐えるって。本当に温かく迎えてくださって今日はありがとうございました。今まで東京で裏手で誰も聞いてくれなかったことでたくさんいました。泣きながらの時もたくさんいました。それでも諦めずに今日も歌い続けながら皆さんと出会うことができました。諦めないで未来は自分で作るんだ。たとえどんな困難な状況もこれはチャンスだ掴み取るんだ。できるやれる好きじゃない今を見るんだ。狙って描いて突き進もう。ラストいくぞ。負けるもんだって声を出してそう、自分はできると信じてた。それと何もなんの状況も私は自分たちと決めたんだ。できるやめる負けろなんかするのよ、そういうふうに勝って生きて楽しんでこ、せーので、よっしゃ行くぜって。あと2回放送で元気になりますよ。よっしゃ行くぜって、ラスト1回元気いっぱいにお願いします。せーの、よっしゃ行くぜって、小牧出身の生きづらいけど生きやすい新田さんと片道しずかりさん、どうもありがとうございました。はい、主催者からの、はい、1曲お願いします。やったー、今あの怒られるやつを取りました。アンコール、ありがとうございます。今完全にもう今日ちょっと時間がないんで終わりにしてくださいってやつを取りました。アンコール、ありがとうございます。本当に毎年の、ね、やっとこんな風にイベントがね、できるようになってきて、本当にありがたいなと思います。なかなかまだまだね安心はできないですが、こうして少しずつ少しずつ日常が戻ってきてることが本当に嬉しいな、幸せだなって思います。また会おうねって言ってまた会えなかった人がここのところ本当にたくさんいました。死にたい死にたいって言ってた友達が本当に天国に行ってしまったり、またねって言った人が亡くなってしまったり、本当にここのところたくさんありました。こうやってまた生きてここのステージに立てること、皆さんとまた会えること、それって本当に奇跡的にすごいんだなっていうことをしみじみ感じてます。また生きて
ここで再会しよう。そんな歌を最後にお届けして終わりにしたいと思います。本当に今日も呼んでくださってありがとうございました。生きるという一番難しいことを僕に話していて、笑うという払いも貸して、今日も生きているんだ。あんまり過ぎてるのに頑張って、ボロボロの自分に鞭を打って、このままじゃダメなんだと自分を責めて、たくさん自分で死んでゆく。また生きて会おう、また生きて会おう、また生きて旅行して帰るんだ、だからまた生きて会おう。ありがとう。一緒にいる一番素晴らしいことを僕らはしていて、この時間が心をほぐして生きる意味をくれる。一人になるとダメになって、現実はいろんなことがあるけれど、また生きて会おう、また生きて会おう、また生きて旅行して会えるんだ、だからまた生きて会おう。自分を責めて、たくさんの人が死んでゆく、この時間を忘れないで、現実はいろんなことがあるけれど、ありがとうございました。